ファンの前でバレンタインのチョコ渡したので、はい、今年のバレンタインは買ってくるかなってドキドキしてます。それではこれより囲み取材を開始させていただきます。高木誠也さん、藤田ニコルさん、どうぞステージにお上がりください。ありがとうございます。改めて一言ずつ。本当にとってもありがとうございました。脱毛大好きなんでとってもぴったりです。ニコルさん、はい、脱毛経験ゼロなんで、もう今年はいっぱい脱毛しようと思います。これまでに、お二人はどういった脱毛を試してきていますか。10代の前半ぐらいからずっとほぼ髪の毛以外全部してます。カミソリでやってた。去年の夏とかも海行く前日とかに背中とか剃ってたら血出ちゃって、で結果的にパーカー着ていくとか。ニコルさん話変わりますか。高校卒業おめでとうございます。はい、ありがとうございます。高校生が終わったんで10時以降働けるんで、働きまくりたいなって思います。来週ホワイトデーが来ますけれども。そうなんですね。ぶっちゃけお二人はなんかホワイトデーいただける候補の人はいらっしゃいますか。セイラさん欲しいですね。人にもあげてないから。ニコルさんは、誕生祭となんかのイベントで、好きな人に、はい、ファンの前でバレンタインのチョコ渡したので、はい、今年のバレンタインは買ってくるかなってドキドキしてます。彼と、うん、もう包容力はある。包容力あるのかな、わかんないな。クールなんですよね、すごい。優しいです。セイラさん、さっき稼ぎまくりたいっておっしゃってました。稼ぎまくりどれくらい稼ぎたいですか。10億円以上稼ぎたいです。何をします。マイジェット買いたいです。すごい。映画とか作ってもう飛びまくって、このエンタメ業界を盛り上げたいです。いい。ニコルさんもね、なんか仕事しまくるっておっしゃってましたけど、うん、どのくらい稼ぎます。で、私稼ぐって言ってもお母さんが持ってっちゃうんで。まあお金、今年は20歳になってからですかね、お金系は。お金系。